ラール・バハードル・シャーストリーは、インドの政治家、鉄道大臣、内務大臣、インド首相などを歴任した。ウッタル・プラデーシュ州のバーラーナシーから7マイルほど、離れたムガルサライで生まれる。父親は教師であったが、シャーストリーが1歳半の時に亡くなっている。学生時代に、マハトマ・ガンディの演説に影響を受けて、インドの独立運動に参加していく。独立後は、 ネルー政権で鉄道大臣や内務大臣などを務めた。1964年5月27日にネルーが首相在任中に死去するとグルザーリー・ラーアル・ナンダーが首相代理となった。6月9日にはシャーストリーが正式に後継のインド首相に選出された。1966年1月、カシミール地方の領有をめぐって勃発した第二次。 インパ戦争の和平協議のために、ソビエト連邦のタシュケントを訪れた。協議の末、1月10日にはタシュケント宣言が署名されることとなった。しかし、翌日の1月11日に、シャーストリーは心臓発作のため休止した。ありがとうございます。